ザ・ビートルズ。ザ・ビートルズはイギリスにおいて1968年11月22日に発売されたビートルズの10作目のオリジナルアルバムである。ビートルズ唯一の2枚組オリジナルアルバムで、このアルバムからビートルズ自身が設立したアップルレコードからアルバムもリリースされるようになった。イギリスの画家リチャード・ハミルトンとポール・マッカート・ニーによってデザインされたアルバムジャケットは 白一色で、そのジャケットのイメージから、ホワイトアルバムという属称でバレることが多い。2枚組30曲入り、総収録時間は約90分というボリュームでかつ足したような楽曲が収録されており、現代音楽のすべての要素が詰まっていると、評されるほど多彩な作品が集められている。前作までで見られたサイケデリックな雰囲気は薄くなり、 バンドサウンドを活かしたシンプルなアレンジが施された楽曲が多くなった。しかしながら、ソロ作品の集合体といった趣向きもあり、全体としてのまとまりに欠けると評されることもある。収録曲の多くは、1968年2月から4月にかけて、インドのリシケーシュにて、マハリシマヘイシュヨーギーのもとで、 瞑想修行を行っていた頃に書かれており、この時に書かれた楽曲は全部で約40曲ほど存在する。5月にジョージ・ハリスンの自宅にメンバー全員が集まり、その中から26曲のデモテープ、通称イ、e、ーシャーデモと呼ばれているが落とされ、その後本格的なレコーディングがスタートした。レコーディング開始当初はそれまでと同じ4トラックレコーダーを2台連動させる方法で、 録音していたが、途中から8トラックレコーダーが導入されたことにより、4人が同時に演奏する必要がなくなり、メンバーが個別にレコーディングしたものが多くなる。また、プロデューサーのジョージ・マーティンは、収録曲を絞って1枚のアルバムで出した方がいい、という考えだったが、最終的にはメンバーの主張が押し通された。ジョージ・ハリスンの作品、ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープスには、 エリック・クラプトンがリードギターで参加した。また、レコーディングの期間チューリンゴスターが一時グループを脱退、厳密にはレコーディングをボイコットしたという言い方の方が近いした。エソードがあったことからビートルズ崩壊の始まりと言われる作品でもある。ポールはビデオ版アンソロジーの中でこのアルバムは脈絡がないだとかソロの曲ばっかりだとか言われるけど後からいろ言うのは 簡単さ。ビートルズのホワイトアルバムだぞ。黙れっけんだと語っている。当時の英国版レコード番号、Apple PMC7067 から8、モノラル版、PCS7067 から8、ステレオ版。当時の英国版には、モノラル版とステレオ版の2種類があり。このアルバムでは、ステレオとモノラル間でのミキシングに違いのある曲が多い。 米国版はこのアルバムからステレオ版のみの発売となり、モノラル版はリリースされていない。イギリスのミュージックウィーク市では計8週間第1位を獲得。アメリカのビルボード市では計9週間第1位を獲得し、1969年度年間ランキングでは第9位を記録している。70年代以降、アルバムチャートに何度かランキングされている。 全米レコード協会の売上枚数の認定によると2000年11月までのアメリカ国内での累計売上数は900万セット、イヤーの認定では2枚組の場合は1セットで2枚売れたとみなしているので枚数としては1800万枚の売上となるのセールスを記録しているキャッシュボックス市では計12週間第1位を獲得し1969年度年間ランキングでは 第4位を記録している。2枚組のアルバムとしてはアメリカで最も売り上げた作品である。ローリングストーン S500 クレイティストアルバムズ、オブオールタイム、ウェナブックス2 0 0 5では10位にランクされている。サイケデリック調の派手なデザインのジャケットが多かった。当時、真っ白なジャケットにタイトルをエンボス加工し、当時番号が振られたジャケットは逆に新鮮なものであった。 映像版アンソロジーでのポール・マッカートニーの発言によれば、ジョンが当時番号を、ナンバー00001 00を所有していたとされる。当初ジャケット写真には、スコットランドの画家が手掛けたイラストが使用されることになっていたが、最終的に本作では使用されず、1980年に発売された編集版、ビートルズ・バラード・ベスト20のジャケットに使用された。 2012年にこのイラストがオークションにかけられている。前作、サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド同様、アルバムには付録があり、メンバー4人の個別のポートレートカード、裏面に楽曲の歌詞が印刷された様々な写真を散りめたコラージュポスターが添えられていた。こうした措置は前作に引き続いて難解になっていく自分たちの歌詞を、 少しでも聞き手に理解してもらおうという試みでもある。アルバムリリースから50周年を記念して2018年11月9日に50周年記念スペシャルエディションが発売された。ビートルズのオリジナルアルバムが特別仕様で発売されるのはサージェントパーズロンリーハーツクラブバンドに次いで2作目となる。2LP、4LP デラックスエディション。 3CD デラックスエディション、スーパーデラックスエディション、6CD ブルー、レイディスクの4形態でのリリース。ディスク1と2には、ジャイルズ・マーティンとサム・オケルによる、最新ステレオミックスと5.1サラウンドミックスを収録。リミックスは2017年に発売された、サージェント・ペパーズ・ロリー・ハーツ・クラブ・バンド50周年、記念アニバーサリーエディションとは異なり、百六十八年に、 発売されたオリジナルステレオミックスを元にして制作された。ディスク3、4LP デラックスエディションではディスク3と4はレコーディング前にジョージの自宅でメンバーが集まってデモ録音された通称 e ーシャーデモが収録されている。ボックスセットは一見するとメンバーのポートレートが表紙に印刷されているように見えるが 実際には透明なプラスチック製の外カバーにメンバーのポートレートが印刷されており、ブックレット本体はオリジナルと同じく真っ白で、初回プレスになずらえて7桁のナンバリングが施されており、1968年のオリジナル、発売当時の LP に封入されていたポートレートとポスターの復刻版ただし、写真の解像度は、 オリジナルのものよりも上がっているが封入されており、メンバーによる手書きの歌詞やメモ、レコーディングシートなどの文字資料も含まれている。また、内ジャケットの4人の写真はオリジナルに変わって、2009年のリマスター時に使われた別テイクの写真が使われている。この写真はオリジナルでは、他のメンバーがバストショットであるのに対して、ポールだけ写真いっぱいに顔が映っているが、別テイクでは、 全員がバストショットの写真になっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。